ぐるるるるる、ぐるるるるるるる、こんな感じかな。何してんだよ、カマロ。あ、いや、その、練習です。何度だよ。恐竜です。恐竜？はい。どういうことだよ。気でも触れたんか。いや、僕も強くなって恐竜になりたいなって思うんですよ。どうしたんだよ。無理だよ。オオトカゲのくせに私ちっとも貫禄ありませんし、いっそ恐竜になっちゃえって。安心しろよ。そのまま食って寝てればお前は大きくなって立派なオオトカゲになれるって。いや、まあ、そうかもしれませんけど、でも恐竜になれば人間に食べられる心配がいらなくなります。だからやっぱり、僕、恐竜になります。オオトカゲも十分食べられないって。お前どう見てもまずそうだぞ。僕、恐竜になってしたいことがあるんです。なんだよ。山や森、街を駆け抜けてありとあらゆる生物に恐怖と憧れを抱かれたいんです。私の存在を地球全体に示して食物連鎖の頂上に君臨したいんです。承認欲求のバケモン、過去見込みじゃねえか。お前そんな感じだったっけ。カメラの前でなんとか人気を得ようとして必死な底辺のゴミ人間みたいな考えじゃねえか。ハクション。そして人間からも注目を浴びて、携帯やあの黒い箱の中に映し出されて、人気を得て一気に有名恐竜になり上がりです。だって私たちの祖先は恐竜なんですから。いや、違うらしいぞ、なんか。なあ、武蔵。鳥の祖先が恐竜だと言われているらしいですね。私もよく知りませんが。え、そうなんですか？ずっと僕にも恐竜のルーツがあるのかと思ってました。じゃあ僕たちの祖先は何なんですか？トカゲだよ。しかもそんなかっこよくない見た目の。だから今の方が全然いいんだよ、俺たちは。特に俺はな。ちなみに武蔵は恐竜がいた時代から姿が変わってないらしいぞ。そうなんですか？恐竜ってどうなんでした？やっぱり大きくて強かったんですか？いえいえ、私は知りませんよ。私たちアロワラは古代魚という名前で生きた化石と言われているだけで、私自身は普通の魚ですから。やっぱり僕、アロワナを目指します。お前なあ、そういうすぐ変わろうとする奴は弱い証拠だぞ。武蔵の祖先たちが進化しなかったのは、進化しなくとも生き残ってこれたからだろ。そういう意味では、武蔵がこの中で最強かもな。そこの進化好きの進化コンプレックス生き物よりよな。ハクション。そうか。強いからこそ他に憧れず変化しないのか。まあでも変化はなくとも成長はできる。お前はお前のままオオトカゲとして成長してきゃいいんだよ。そうですね、そうします。ふんふん、ジュラシックワールドの新作なかなかおもろかった。次はワンピースかな。